岡田、東京ドームのメインイベントでの勝利、ものすごく気持ちいいな。味わってた。またいつか東京ドームのメインイベントで勝負しようぜ。同じ言葉を返した。岡田も右腕を差し出した。ライバル以上の存在、岡田と内藤の戦いはまだ始まったばかりです。未知なる領域を経験したたった2人の男にしか分からないことですね。ダブル選手権試合に勝利しました。これは真似できねえよ。チャンピオンベルトが贈られます。そして歴史的な瞬間です。いやもう間違いなく伝説になった。日本のベルトがまずはじめに内藤哲也に渡されます。インターコンチネンタルチャンピオンベルトが贈られます。まずインターコンチネンタル白きベルトが内藤哲也に渡されます。さあ内藤受け取るのかどうか。受け取りました。見つめる。 IWGP ヘビー級王座チャンピオンベルトが贈られます。そして IWGP ヘビー級のベルトが内藤哲也のその右手に戻ってきました。左手にインターコンチネンタル、右手に IWGP、 日本のベルトがリングの中央に置かれた。そして内藤哲也見開いた、その大きな眼で見つめるプロレスの明るい未来。ベルトが本当に輝いています。内藤哲也がここでも再びマイクを握ります。集まりくださったたくさんのお客様、そしてテレビ、インターネットを通じて日本中のお客様、世界中のお客様、逆転の内藤哲也堪能していただけましたでしょうか。すごい。この2本のベルトを持って、さあ何をしようかな。皆様分かりますよね。その答えはもちろんトラキーだ。あせんなよ。大合唱です。ただ一つ言っておきたいことは、俺は東京ドーム2連戦のことを忘れることはないでしょう。この2本のベルトとともに前へ進みたいと思います。ではでは皆様、そろそろあれやりましょうか。2年前はできなかった、うん、東京ドームで初めての大合唱、皆様準備はよろしいでしょうか。新日本プロレス東京ドーム2連戦、最後の締めはもちろんイーヴィル、ブッシュ、真田広文、高木いい、ライト、ノーツオトロス、ロース、インゴベルナーベ。なんだ。
番いいところ、最悪だよこれ。ファンが2年間待っていた、内藤哲也が2年間待っていた、なんてことをしてくれるんだ、最悪だよ、なんてことをしてくれるんだ健太、世界一の嫌われ者だ、なんでこのタイミングなんだ。嘘でしょ、内藤哲也に対して健太がゴートゥースリーパー、夢の瞬間が内藤哲也再び悪夢へと変わりました。マジかマジ、いやここでの健太は何なんだ、マジか、いや2年間待っていたんです。今日は内藤のファンも数多く駆けつけています。いやベルトを手にした、いや今日ネバーベルト負けてるでしょ、またネバーで負けた健太、後藤の前に敗れた健太、いやここで屈辱のこのポーズか、いや嘘だろ、大帰れコールだ、内藤哲也の上に乗って2つのベルトを見せつける。今のリーチは台無しだな、いやもうお客さんの声を出すタイミングも整っていました。全ての心が一つになるその瞬間をぶち壊した、はい、おお、そして武士が来ました、武士が来ました、武士が来た、いやこれは真壁さん、健太とんでもないタイミングで入ってきました、史上最悪のタイミングですね、やりやがった、いやこれはある種プロレスの歴史に残りますね。いやっていうかお前今監督がさ、あの二人の戦いを見てさ、最後にいやこれねカポンを言いたかったわけだろ、ブーイングすらね起きませんよ、その瞬間だよ、今ようやくブーイングですよ、あっけに取られました、お客さんもなんだこいつって感じ、本当に間ができちゃったよな、読めないことあります、ぶち殺しじゃないですか、いやこれミラノさん、史上最悪プロレスの歴史に残るこの健太のとんでもない乱入ですね、これ許されるんですか、どんな気持ちで私たちはもういやどうするんですかこれ、いやこれ松さん、美味しいお酒が飲めるってね、その瞬間の台無しですよ、試合だったのにさ台無しだよな、これまたあれじゃねえか、ここでなんかまた始まるんじゃねえか、はい、おい、いや内藤起き上がることができません、いやちょっとこれは東京ドームの戦いの歴史の中でも、帰るの帰るの、いやー元井さんちょっと記憶にないですよね、こんなバッドエンドは、いや何ですかこれ、おい何だお前、今度何、35分37秒いや花道歩けませんよ、勝利です、夢の続きが、内藤哲也の夢の続きは、嘘だよ、健太によって壊された、嘘だろ、おいおい2年待ったんだろ、夢にまで見た東京ドーム、メインで勝ちました、最後に歩くあの花道が俺の人生をかけて歩きたい道なんですと話していた、その内藤哲也、その内藤の夢をぶち壊した健太、内藤ファンの思いもぶち壊した、なんということをしてくれたんだ、いやこれはあんまりだ、これはあんまりです、内藤哲也、いや本当そうです、2日間戦ってきました、全てをかけて皆野さん戦ってきました、いやだから何ですか、しかも岡田選手と三木の領域って、はい、最後岡田選手も帰るときに拳を上げたじゃないですか、内藤、はい、選手に対して岡田も認めていました、はい、何ですかこれ、全てをぶち壊した健太の乱入、いやこれはお前これ動けないでしょ、自分がこれもう動けない、帰れない、帰れない、帰れない、い
やこれお客さんがなんか表情失ってますね。いや元さんやっぱりねデハポンを言いたい言いたいんですよ。いやあの2年前できなかったね内藤ファンがいるわけですよ。お客さん立てないよ。いや怒りとも悲しみとも言えない何の表情無理ですよ。皆さん今日どんどんいやいや本当にねブーイングすらね元井さん起きなかったですからね。あっちに取られてましたからね。いやミラノさんこれ内藤の心中いや怒りということですよね。心中どころじゃないですよ、内藤さんもね、まあ、僕は IWGP 持って樋口さんは G1 チャンピオン G はインターコンチャンピオンで、まあ、内藤さんは何も背負うものはなかったのかなと思うんですけども、まあ、今日戦ってあんだけ歓声あんだけの期待を背負って戦ったらうんそりゃ強いわと思います、はあまあ、別に、うん、2連戦だどうだってのは言い訳にはできないし向こうだって連戦でやってる中で、はあ、まあ今の新人ポリスで内藤哲也がチャンピオンだと2冠にふさわしい男だと思います、はあまあ本当に今日も超前にするって言って、できなかったですし、まあ、今日のために精一杯やってきたんで。2020年は悔しい1年の始まりなのかなと、またこれをこの悔しさをパワーにまた明日から頑張ります。よいしょ。お待たせお待たせ。最高だったなおい。俺言ったろこんなんであんなネバ落としたぐらいで終わる俺じゃないってさっき言っただろ。見たかよ。あ、自分の人生生きてるよ。めちゃくちゃ楽しいよ。あ、大合唱したかったんだろあいつら。させてやったじゃねえかよブーって。ありがたく思えよお前らなあ。何がいかんだよ史上初やらせるかよそんなもん。このままじゃおんねえだろ。まだまだ行くぞ。2020年俺の年だよ。俺の年。目離すんじゃねえぞてめえらなあ。